2008年になりました。蘭薬病院は本院を受診される方々に満足していただける医療を提供するよう日々努力しております。本院は昨年末に日本医療機能評価機構の病院機能評価を受診いたしました。これは本院の診療体制がきちんとしているか、また主治医がきちんと決まっているか、外来患者さんの待ち時間を調べているか、または病院を手伝っていただけるボランティアを募集しているかなどの数百項目のチェックを受けました。この春には合格の通知が来るものと期待しております。さて、昨今がんで死亡される方々が増えております。昨年がん対策基本法が制定されました。本院は宮崎県のがん診療拠点病院となるよう申請をしております。本年には認められると思います。がんの診断と治療、特に外科治療、放射線治療、化学療法、またはこれらを組み合わせた集学的治療ができるよう整備を進めております。またがんの痛みに対する緩和ケアにも取り組んでおります。がんはいろいろな臓器にできます。本院はあらゆる診療科を取り揃え、どのようながんにも対応できるよう配慮しております。いろいろな治療法がありますが、特に外科治療に対する積極的な取り組みを行っております。12室の手術室を新しくしまして、この1月から使い始めております。手術が必要な方は快適な場所で受けていただくことができます。さらに今年は集中治療室ですとか血液浄化療法室を改装して新しくすることにしております。ご期待いただければと思います。本院は受診される方々の希望をお聞きして、希望に沿った医療を提供するよう心がけております。医師または看護師に何でもお聞きいただきたいと思います。また本院は患者さんに積極的に医療に参加していただくことを望んでおります。ご自身の病気および治療のことをよく理解され、治療中に不審な点がありましたらご指摘いただくことで医療を安全に受けていただくことができると思いますので、ぜひご協力をお願いいたします。本院は受診される方々に最高の医療を提供するだけでなく、受けた医療に満足していただけるよう努力しております。従業員一同一致団結して、新しい時代をリードする病院を作っていきたいと考えております。よろしくお願いをいたします。